私がエステティシャンになろうと思ったきっかけは、若い頃にすごく太ってる時期があって、その時にエステに通うことがあって、痩せることができたっていう経験があって、その時のエステティシャンの方の、お仕事ぶりとか働いてるのを見て、あ、エステティシャンってすごく楽しそうなお仕事だなと思って、仕事を選ぶ時にエステティシャンになりたいと思ってエステの会社を選びました。まず学校を卒業して大手のエステティックサロンでエステシャンとしてお仕事をしていました。でその時に、まずエステシャンは技術をするだけではなくって、お客様のお悩みを聞いたりとか、やっぱりしっかりカウンセリングをするっていうことや、お化粧品の知識もすごく身につくということがありました。でその中で、やっぱり一番自分自身がエステティシャンやっててよかったなと思ったのは、お客様がやっぱり綺麗になって喜んでいただけるっていうことと、やっぱり自分がいいって指名してきてくれるお客様が増えていくっていうことが、すごく毎日自分のやりがいにつながって、エステティシャンってすごくいいお仕事だなってその時に思えるようになりました。で大手サロンを辞めた後は、大手の、美容機器メーカーでインストラクターとしてお仕事をしてました。今度はエステシャンとしてではなくて、エステシャンを育てる、エステシャンになりたい方の応援をするというようなお仕事で、講師として、エステを教えるということをしていたんですけれども、それが自分自身すごく楽しくって、今までできなかったことができるようになっていくっていうのを見ていく、そのお手伝いができるっていうのがすごく楽しかったです。でその後、それがもっと本格的に人を教える仕事がしたいということで、専門学校の講師をするようになり、若い学生の子たちにエステを知ってもらって、私が一番大事にしてたのは、エステを楽しんでもらうっていうことを、やっぱり学生の人には伝えたい。エステってすごい楽しいもんなんだよ。エステをしてるとすごくお客様も綺麗になるし、自分自身も綺麗になることができるっていうのが、本当にエステティシャンのいいお仕事だと思うので、それを伝えたいっていう思いがすごくあって、専門学校の講師をしてました。でそれを経て、今度はお客様にまた喜んでいただきたいということで、サロンを出す決意をして、サロンオーナーとしてお仕事をさせていただいてます。今の一日の過ごし方は、高校生の子供がいますので、朝、起きてお弁当を作ったりとか、朝ごはんの準備をして、家の家事とかいろいろ片付けて、比較的ゆっくりめに朝は家を出ます。だいたい8時半から9時ぐらいに家を出て、お店に行って、お店の掃除をしたりとか準備をして、10時からお客様を迎えて、お仕事が終わるのは一応6時になります。自分の生活の中ですごく大事にしているのは、まずは夜更かしをしないっていうのを一番大事にしてて、やっぱり睡眠が美にも一番大事だとは思っているので、12時を超えて寝るようなことは最近はほぼないですね。であとオーナーとしてお仕事をさせていただいているので、予約がない、入ってない時間っていうのもたまにはありますので、その時間帯は、ちょっと自分のお勉強したりとか、ちょっと今自分自身の体を鍛えるためにヨガに行ったりとか、あとお休みの日は趣味であるちょっとお料理教室に行ってお菓子を作ったりとか、主人も子供もお菓子とかもすごく好きなので、そういったちょっと家族サービスできるような、そんな時間も今は作れていますので、お店をするようになって、やっぱりこう少しこう時間的なゆとりだったりとか、時間をすごく上手に使えるようになったので、今は大好きな仕事をさせていただいて、大好きなお客様に囲まれて、好きな仕事をさせていただいて、で時間にもゆとりがあって、大好きな、大事な家族の、役にも立てているっていうような形で、すごく充実した毎日を過ごせています。何かしてあげるのが好きとか、例えばおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでて、肩を叩いてあげて喜んでもらった、それが嬉しかったとか、お母さんの髪の毛ちょっと触ってあげたりとか、肩揉んであげたりとか、人に何かしてあげるのが好きっていう子はすごく合ってると思います。もし私がスタッフを雇うってなった時には、やはりまずは笑顔でお客様とお話ができるっていうのは、もう第一条件になります。あとはやっぱり向上心があることですね。今はできなくてもいいので、やっぱりこうできる努力ができる、
ていうことと諦めない努力ができる、まあ、そういったあの向上心を常に持ってお仕事ができるっていうのがすごく条件にはなってくるかと思います。ただその技術の上手い下手っていうのは練習したりとか時間が経っていけばあのおのずと技術っていうのはついてくると思いますので、本当にエステが大好きでお客様をきれいにしてあげたいとかお客様の役に立ちたい、あのサロンの役に立ちたいと思っていただけるような本当に素直で明るいあのエステさんがいると嬉しいです。世話焼きの人がすごく多いのでなんか人に何かしてあげるのが本当にすごい好きで、でそれでさらに喜んでもらえてお仕事だったらさらにお金をもらえるって考えたらこんないい職業はないなと思うんですね。で私も本当になんて言うんでしょう、やってるとお客様きれいになっていくのを見てるのがすごく楽しいし、それでこうちょっと笑顔が生まれて少しでもこう幸せな時間を提供できたらいいなっていうのをいつも考えながら、まあ、仕事はしてますので、が今まで勤めてたエステティックに来ていただいてたお客様は結構ご自身でお仕事をバリバリされてる方がすごく多かったので、女医さんだったりとか、あとは弁護士の方とか、本当にあの自営業でご自身でお店を経営されてバリバリされてるような方がすごく多かったんですけど、まあ、そういう方がなぜエステに来るかっていうと、やはりまあ疲れてるっていうのもあるし癒されたいっていうのもすごく大きいですので、あの私たちエステシャンっていうのはお客様の肌をきれいにするだけではなくって、本当そういうお客様の癒しを提供するっていうのもお仕事の一つだと思います。で私が、エステシャンになり始めなった20年前っていうのはエステティックを専門に教える専門学校っていうのはほとんどなかったんですけれども、今はこうやって、まあ、アナブキビューティーカレッジさんのような本当に1000時間コースっていう本当にしっかりとエステのお勉強できる専門学校がこの香川にもあるんですけれども、あの私がもし20年前に戻るんでしたら、ぜひやはり学校に入ってしっかりと勉強してからエステ社になりたかったなっていうのはすごく思います。で自分も講師をやってたので分かるんですけど、学校で本当に一番最初のところから本当にお客様に技術を提供できるところまでしっかりと教えるっていう環境があのできてますので、あの2年間しっかりと学んでいただければ社会に出てもすごくあの苦労することなくあのお客様に技術を提供できると本当に思ってますので、専門学校で学ぶ2年間っていうのは本当にすごくあの大きなあの力になると思います。私が今までエステシャンになって20年間エステを続けてこれたのは、やっぱり一番はエステが大好きっていうことが一番大きいとは思います。で、まあ、自分でなぜエステが好きなのかなって考えたんですけど、やっぱり一番は人が好きっていうことと、お客様があの綺麗になって喜んでいっていただくのを見るのが好きっていうのがあります。で、一番やりがいを感じるのはあの痩せたいっていうお客様の目標を達成できた時っていうのが一番自分の中でもやりがいがあるっていうふうに感じますね。やっぱりこう5キロ痩せたいとか10キロ痩せたいとか、まあ、女性の方ってすごく痩せたいって思ってる方多いと思うんですけど、一人でやってるとすごくくじけてしまったりとか、やっぱり自己流のダイエットっていうのはこう間違ったやり方してしまうと綺麗に痩せれなかったりとか、落としたくないところだけが落ちてしまって、落としたかったこのお腹が落ちなかったりとかっていうのがあるんですけど、私たちエステさんっていうのはそこをなくすためにお客様に寄り添って一緒に頑張ってお客様の目標が達成できるまで一緒にこうあの頑張っていくっていうのがエステさんの仕事なんですけど、なのでお客様が目標達成してくれたできた時っていうのは本当に自分も嬉しくって、それが本当に一番やりがいを感じれる時で、あエステさんやっててよかったなってすごく思います。それがあって今まで20年間ずっと続けてこれて、今まで一回もエステシャンを辞めたいと思ったことはなくて、今後も60歳になっても70歳になっても自分が元気でいられるうちは続けていきたいと思ってます。